あっという間でしたね毎日毎日一日がほんと早くて自らのこれまでの歩みを振り返りこう話すのは雲南市に住む岡さ,とみさん岡さんは2016年にふるさとである出雲市に U ターンしマクロビオティックメインの料理教室を営んでいますまたこんな一面も 国内外の起業家や主婦を中心に結成された平均年齢42歳のアイドルグループバイシバ49のメンバーとしてアイドル活動を行ったことも常にチャレンジするっていうのは大事だなと思っているのでチャレンジするっていうことをやっぱりここに来てる生徒さんとかお客さん皆さんにお伝えしたいなっていうのもあったり。起業にアイドル これまで様々なことにチャレンジし続けている岡さんですが、ここに至る道のりは平坦なものではありませんでした。三十一歳の時に、えー、と初期の乳がんっていうふうに言われて、自覚症状は全然なかったです。服飾専門学校を卒業後、東京のアパレルメーカーに勤めていた岡さん。会社の検診で何度か引っかかったことをきっかけに、

家族の顔を思い浮かべながら大泣きしたといいます左乳房を部分切除しその後放射線治療を行いました幸い初期だったこともあり抗がん剤や術後のホルモン治療は行わず寛解に至ったといいますそれでも、 再発の可能性がないわけではありません病気を経験してんが感じたのは、岡さ私ががんだって分かったときに、やっぱりこう家族はものすごい悲しい思いをさせたっていうか、やっぱり病気になると、そういう思いをいろんな人にさせるんだなっていうことに気づいて、あ病気になりたくないなっていうのは思いました。うん 仕事第一の不規則な生活の中で、自分のことはおざなりになっていたと言いますとりあえず食べれればいいやっていう感じだし、で外食だったりとか、まあ、コンビニだったりとか、本当にもうお菓子だけでもいいやとか、アイスだけでもいいいやとかそういう感じ食べるものが体を作る、食を見つめ直すことが、今の料理教室を始めるきっかけにもなりました。 2021年に結婚し夫大輔さんと穏やかに日々を過ごす中で今年の夏は岡さんにとって大きな転機となりました8月21日に誕生した長女の奈々ちゃん岡さんは母になったのです びっくりしましまたね <laughs> あこんなかわいいもんなんだと思って <laughs> 想像よりかわいかったかもやっぱり <laughs> 病気を経て40歳を過ぎての出産また一つ岡さんにとって大きなチャレンジとなりましたこんにちは。<laughs>

そそれれがが可能なのかかどうか初めはめ不安があったと言いますそれでも手術したはまは、ちょっとあんま元気はないかもしれないんですけど、まだ出ないわけではないっていう感じ、ちょっと弱い病めですけどっていう、ただ、両方とも一応、出るようになってきてるんで今は母乳とミルクの混合育児。 乳がんを経て我が子に授乳できた喜びは大きかったといいます産後は夜間の授乳などもあり体力的にも大変なことの連続泰介さんも仕事を休んで夫婦二人三脚で育児に励みます年前に手術してて乗り越え で自分で食を見直して生活で見直して、うん、で今の彼女になっているので、うん、すごいそこはなんか尊敬できるなというか最初の告知から13年岡さんにこんな質問をしてみましたなんか母になった自分って当時って想像できましたかいや一厘も一厘 <laughs> も想像できてないですね。 もしやってなかったら、まあ、今,の今頃どうなってたのかな、うん、あもしかしたら生きてたのかどうかとかも分からないですし子供ができたからとか、あのーまあ、結婚したからとか何かいろんなことがあるからできないとかじゃなくてあのチャレンジできることはどんどんやりたいなってすごい思ってますし食のことを今仕事にしてるので、まあ、それが子供を、ね、もうどうやってつながっていくのかなっていうところも。 あの楽しみですね <laughs> ママは乳がんサバイバー家族と過ごす未来を見据え岡さんはこれからもチャレンジを続けていきます